こんにちは。まあ、どんな正義もですね、誰かから見ると正義ではないというふうに解釈できるんではないかなと思いますよね。それは時代によっても変わりますし、文化風習によっても変わりますし、多勢に無勢っていう形でも変わります。例えばね、DAIGO さんが言われたこと、今回いろんなところで取り上げられてますけども、多分多数派はもう DAIGO さんなんてこと言うんだよ、それはちょっと取り消した方がいいんじゃないのっていうのが、まともな意見でしょうね。多数派だと思います。だからそれがあたかも世の中の正義みたいに使われてしまうんですけども、ちょっと待てよという言い方もあるんですよ。少数派がいつも間違えてるのかと、この DAIGO さんの意見を肯定することはできないのかってことですよね。だから強い否定の中にも肯定できる部分があったり、強い肯定の中にも否定できる部分があったりとかで、イエスかノーどっちの側に立っても、やっぱりヌスットにも三分の理って昔の言葉があって、今回はヌスットじゃないですけどもね、どんなアンチテーゼにもきちんと根拠なり聞くべき点があるんですよね。言ってみればですね、こっち側に正義があり、真反対の方に同じ質と量を持った正義があるっていう形なんですよ。そして2つは両立せずに、2つが合わさった時に両方とも消えるっていうことでしょうね、きっとね。だからよく言われますけども、お金を稼ぐのが悪いことだっていうふうな側面もあるんですよ。でもお金を稼がなくてはやってられないっていうところがあります。でもお金を稼ぐことを特化していくと、金ばっかりだみたいになってね、やっぱりこう雰囲気は悪くなるっていう、なんかよくわかんないところがあるんですよ。だから人は口をつぐんでなるべく言わないようにするんですよね。で、自分の決断がなかなかできなくなってくると、人の意見を聞いちゃったりするんですよ。だからね、自分の答えは他者の中にはないんですよね、実は。だから自分の決断ができるんだったら他者の意見など必要ないわけなんですよ。ただ人はそこまで強い方はあまりいないんで、結局人に意見を聞いてなんとなくそれに合わせてしまう、周りに合わせてしまう。そうすると自分が責任取らなくていいからなんですよ。誰かがこう言ったとかね、そこに書いてあったからとかいうことです。世の中に決まりってありますけども、あれは人を迷わないようにするためにあるんですよね、きっと。決まりに従えば、多数派に従えば、とりあえずあんまり怒られずに済むというね。だから責任を回避できる最もいい方法がみんなに合わせるってことなんですよ。でも本当に大事なのは、私は思うんですけども、やっぱりある程度のね、年齢になってきて責任を取る立場を買って出るってことですかね。会社の責任を負う、最も強い責任を持っているのは、その会社のオーナーであったり社長だったりするわけなんですけども、それは社員がね、ろくでなしでも社長は売上利益出さないわけにいかないから遅くまでやってますよね。で、社員が社長早く帰りましょうよ、社長が帰らないと帰るんじゃないですかっていうふうに知ったげな口聞いても、分かった、ごめんねみたいな感じでね、もう本音をぶつけることはできないみたいな、そんな理不尽もあったりします。だから社員がいて社員の意見を持ってる、でも社長が同じ意見を持っちゃいけないんですよね。でもずるい社長っていうのは 社員にね、合わせちゃうんですよ。で、社員と一緒に会社の攻撃するんですよ。なんか昔こんな言葉があったんですけどね、管理者の条件って言ってね、管理者の条件、部下の拒絶反応に遭い、たちまち部下の仲間入りをし、上司や会社攻撃に走る若武者の型の管理者よ、あなたは最も同情に値しない、部下と一緒になって会社を攻撃するその卑劣さみたいなね、感じで続くんですけども、結局上司や先輩ってのは部下や後輩に切られるのが怖いんで、部下とか後輩がね、なんか会社を攻撃したら、そうだよね、わかるよみたいな感じで、結局一緒に攻撃する側に回るんですよね。だからそれがいじめの理論なんですよ。でもよく考えてみたら、その会社に入ったのは誰なんですか、頼まれて入ったんですか、あなたが希望して入りたくて入りたくてしょうがなくってネクタイ締めて面接に行ったんでしょってことなんですよね。全てはここに起因するんですよ。全部が自分で決めたことなんですよね。そして仮に自分で決めてないことでも自分の身に起きたことだったら、それは自分の物語の一部として、理不尽でも不条理でも責任を取っていくってことは当たり前に飲まないといけないんじゃないかなと思うんですよ。だからそれを避けているから、自分の人生が他人のものになってしまったり、浮ついていたりとかね、なんとなく曖昧なものになるんじゃないかなと思うんですよ。人生勝負の連続です。勝つ時もあれば負けることもあるし、いいこともあれば悪い時もあるんですよ。だから全部受け止めていくね、いわゆる腹をくくる度量ってのが、いまいち足りてないんじゃないかなと思うんですよ。だからこうね、遊びとかエンターテイメントに流れて余裕もないのに余裕を持ってみたりとかね、自分の人生をパッとね、確認するとそんなに楽ちんじゃないってことに気づくと思います。そのぐらい自分の人生には全力で取り組む価値があると思いますし、
ちょっとやそっと休んでられないようなね、そんな激しい一生を送れるはずなんですよ、でもそれを送らずになんとなく一息ついちゃったりとかね、自分へのご褒美やっちゃったりとかね、ちょっとまあ言ってみればしょうもないなっていうところですよね。だからなかなか話が合わないっていうか意見が合わないのはそういうところにあるかなと。徹底的に圧倒的にやるとかね、寸暇を惜しんでみたいな、別にガリガリやるのが美徳ではないんですけども、ただやっぱりね、何者でもないうちはガリガリやっていかないと、で一流になって頂点に立ったら多少息はつけると思うんですけどね。でもなぜか頂点に立ってもいないのに麓で一息ついちゃってね、でずっと麓の景色が見えないから、なんとなくその麓の景色が全てだと思ってそのままになってしまうと、でもね、頂上に登ってみたら遥か遠くに別の山があるってことに気づいて、もしかしたらその山を降りてね、向こうに見えた山を登り直すかもしれないです、まあ、それが人生をずっと繰り返していくってことなのかなと思いますけどね。だからどこまで行っても飽くことなき追求とかね、でその、まあ、休憩とかね、息抜きっていうのはどうするんだってことですけども、いや行動することが息抜きであり、休憩っていうのはイコール活動することなんですよ。だからドカーンとね横になって寝るっていうのは死んでると同じなんで、非常にね、せっかく与えられた人生がどんどん削られていく、睡眠なんてなくてもいいぐらいだというところもありますし、まあ適度な睡眠は取った方がいいですけどね、まあでも過度な睡眠っていうのは死を早めてるだけっていう研究結果もありますし、なんですよね、多少のストレスが寿命を伸ばすみたいなね、そんなこともあって、常にちょびっとだけ空腹とか、常にちょびっとだけ睡眠が足りないとか、常にちょびっとだけまあ、ストレスを抱えてるっていうのが、なんか結局ね、その善玉コレステロールっていうのを全開にさすらしいんですよ。要するにちょっとだけ苦痛っていうのに対して体が反応してそれ以上に強くなろうとするらしいんですよね。だから体が若々しく、いつまでも元気だそうなんですよ。で若くして疲れてる人っていうのは、その研究結果を真に受けるとするとね、取り組んでいないってことらしいんですよ。で非常に若くても年を取るのが早いとか、病弱であったりすぐにね、疲れてみたりとかっていうことらしいんですよ。もうなるほどなというふうに思っちゃいますよね、まあ、疲れたら休みたいですけども、なんかね、猛烈にやることがそのまま休息になるみたいなね、まあ、そんなフェーズに吉谷さんも言ってるんじゃないですか、ということで、まあ、大吾さんの話からいろんなところに展開されましたけども、ここまでご覧いただきましてありがとうございます。それではね、大吾炎上はまだまだ続くというタイトルで今回は締めさせてもらいます。いってらっしゃい。